ブラディミール・ゲレーロ、ブラディミール・アルビーノ・ゲレーロ、ブラディーミル・アルビーノ・ゲレーロ、1975年2月9日台は、ドミニカ共和国、ペラビア州出身の元プロ野球選手、外野手、右投げ右打ち。相性は、ベロット、ブラッド、または、ベロットザ・インペイラー、ブラッドザ・インペイラー。現役時代は主に、モントリオール・エクスポズ、ロサンゼルス・エンゼルスで活躍して、 2004年にはアメリカンリーグの MVP に輝いた。2018年ドミニカ共和国出身の野手として史上初めてアメリカ野球伝道入りを果たした。兄のも元メジャーリーガーでエクスポズ時代には4年間一緒にプレーしている。老いはこちらもメジャーリーガーの息子のブラディミール・ゲレーロジュニアはトロントブルージェイズにところしている。 16歳の時にロサンゼルスドジャースのドミニカアカデミーのテストを8週間受けたが不合格で、その後テキサスレンジャーズのテストも不合格だった。しかし、モントリオールエクスポーズはゲレーロの強権やスピードに魅力を感じ、3月1日、ドラフト外で入団。と2年連続で球団マイナー最優秀選手に選出された。 A+9 と AAQ ハリスバーグセネターズでプレーし、AAQ ハリスバーグでは打率。360.19本塁が78打点の成績でイースタンリーグ最優秀新人選手に選出された。9月19日の対アトランタブレーブス戦においてメジャーデビューは開幕を故障者リスト入りで迎えるなど、計3回も故障者リストに入ってしまった。 90試合にしか出場できなかったが、打率302.11本類が40打点を記録し、新人王投票では6位に入った。2メジャーに定着し、7月には打率385.11本類が27打点を記録し、プレイヤーオブザマンスを受賞した。五十九試合に出場し、球団新記録の十八本塁打を放ち、 球団史上最年少で30本類が200本安打 MVP の投票では13位に入りオフに財政難のエクスポズにとって異例の5年総額2800万ドルで契約延長前年より打率こそ落としたものの初めてオールスターに出場し7月27日から8月26日にかけて球団新記録となる31試合連続安打を 達成し、球団記録を更新する42本類が131打点を記録。打撃2部門で自己最高の記録を残し、初のシルバーアスラッガー賞を受賞。自己最多の44本類打を記録し、2は34本類打37盗塁を記録し、球団史上初めて30本類打30盗塁を達成。7月20日に本安打を達成し、 8月9日に200本塁打を達成。9月4日には、ティムレインズのシーズン最多敬遠球団記録26回1986年を更新するシーズン27回目の敬遠を記録し、32まで記録を伸ばした。リーグ最多、球団新記録となる206安打を記録し、39本塁打40盗塁と1本塁打足りず。 40から40クラブ入りを逃したものの2年連続でトリプルスリーを達成。契約最終年となったは故障の影響でわずか112試合の出場に止まった。シーズン終了後 FA となった。1月14日、5年総額7、イドルでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。英語が話せないため、入団会見の際には、エンゼルスオーナーのアルトゥーロ・モレノが臨時で通訳を。 行った。2004年は2000年から2002年までの間に残した3年間の平均成績を上回る打率。337、39本塁打、126打点を記録。また、リーグ1位、球団新記録となる124得点を記録し、2000年にダリン・アースタッドが記録したシーズン最多塁打記録に並ぶ366塁打を記録。 シーズン終盤の9月10月には打率363.11本塁が25打点を記録し月間 MVP に選出されオークランドアスレチックスを破りチーム18年ぶりの地区優勝の原動力となったワールドチャンピオンの2002年はワイルドカードシーズン終了後に MVP に選出されたゲレーロにとって初のプレイオフとなったが ボストン・レッドソックスとのディビジョンシリーズでは打率167と不調でチームも一勝もできず敗退。は5月20日から6月10日までを故障で欠場したが6月の月間打率9団新記録となる打率443を記録し9月2日には300本塁打を達成。は膝を痛めた影響で外野手としては リーグ最多の11失策を記録するなど守備で、制裁を欠き、指名打者として出場することが増えた。MLB ホームランダービーに7年ぶりに出場し、アルバート・プホルス、ライアン・ハワードといった強打者を抑え、見事初優勝を飾った。デビュー年を除き打率3割を下回ったことがなかったが、は6月6日時点で打率。254、ゲレーロは、スランプ状態と認め、 6月1日には3塁に滑り込んだ際に右膝を負傷し3試合を欠場。前年まで4年連続で先発出場していたオールスターに選出されずにいた。7月29日にマーク・テシェイラが加入し、マイク・ソーシア監督はテシェイラを攻撃の起点を作ることがなく、前後の打者は打ちやすいと絶賛し、前半戦。286だった打率は後半戦は、 330と副長。ルーゲイリュクに並ぶ11年連続3割25本塁打を達成し、球団はシーズン終了後の10月28日に1、550万ドルのオプションを行使。しかし、膝の手術のため、第2回 WBC ドミニカ共和国代表の辞退は決まった。の影響もあり、 11年継続してきた3割25本塁打が途絶えたばかりか、メジャー定着後最低の成績に終わった。出場100試合のほとんどが指名打者としてであり、高額年俸や守備への不安から、翌年以降の新契約は難航すると見られていた。1月9日にテキサス・レンジャーズ入団が決定した。背番号は、ロサンゼルス・エンゼルス時代と同じ27に決定。 レギュラーシーズンでは、1年間故障者リストに入ることなく、2年ぶりの3割、3年ぶりの100打点を記録した。チームのリーグ優勝に貢献し、指名打者として、シルバースラッガー賞を受賞した。2月18日に、FA でボルチモアオリオールズに移籍した。同年に、通算2587アン打目を放ち、ドミニカ共和国出身選手では、 フリオ・フランコを抜いて、歴代1位。当時のアンダ数を記録した、2017年8月日。現在では、エイドリアン・ベルトレに次いで、歴代2位。オフに、FA になった。は、開幕を FA で迎えた。5月10日に、トロント・ブルージェイズとマイナー契約を結んだ。5月27日に、A 級ラニー・デン・ブルージェイズの試合に出場し、本塁打を放った。 その後、トリプル a のラスベガスフフィィテワンズに昇格した。6月12日に球団に対談を求め、球団が合意して自由契約となった。2012年11月4日に、故郷ドミニカ共和国の野球リーグでプレーした。4月4日にアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約を結んだが、同年9月13日に引退を表明した。2。 カナダ野球殿堂入りを果たした。エンゼルスの殿堂入りも果たし、8月26日に式典が行われた。2、アメリカ野球殿堂入りを果たした。なお、野球殿堂入りの記念式典では、エンゼルスの帽子をかぶって出席することを表明した。エンゼルスの選手として、野球殿堂入りするのは史上初になる。過去にも、 ノーラン・ライアンなど、エンゼルスの在籍歴のある選手の殿堂入りはあったが、殿堂入り式典では、打球団の帽子をかぶっての出席であったため、打撃時に、素手でバットを握って打席に立つ、メジャーでも数少ない選手の一人、いつもヘルメットが汚れているように見えるのは、手の滑り止めのための松屋にをヘルメットに塗りつけて、イルタである、ストライクゾーンから外れた球を打てる、バッドボールヒッター、 悪球打ちとして名高く、エンゼルス時代に指導したマイクソーシアは、ゲレーロのストライクゾーンは、鼻から、つま先まで投票している。通常、投手は、半分を上回る確率で、ストライクゾーンへ投げるが、ゲレーロに対しては32%、2007年しか、投げていない。チームバッティングが必要な場面では逆方向、ライト方向に弾き返す器用さもあり、 投手にとってはまともに勝負するのが難しい一筋縄ではいかないバッターである。早打ちの傾向も手伝って、三振は少ない。また、2001年に本類打34、投塁37、2002年に本類打39、投塁40、いわゆる30から30クラブのメンバーを記録するなど、瞬速でもあった。肩は2008年当時に、 現役最強と言われるほど強く、ライト最深部からサードにノーバウンドで送球することができる。ただややコントロールに難があり、現地では彼の送球がバズーカと呼ばれていた。2004年の失策9個のうち6個は送球エラーによるものである。打球判断も悪く、打球処理も非常に雑であるため、その強権をもってしてもゴールドグラブ賞とは無縁だった。 特に、エクスポズ時代は、毎年のように2桁補札と2桁失策を記録しており、1999年には15、補札ながら19外野失策を喫している。何でもないイージーフライを落球することもしばしば見られた。エクスポズの本拠地、オリンピックスタジアムで、長年、外野手としてプレーしたが、膝を故障したことで守備につけなくなってしまった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。